はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではSDKGプレイダー、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、お茶の水から、まずドームに行きまして、そこで刑事のデカ山にね、まあ、あったんですけれども、御徒町のエリーザ学園でね、まあ、何か事件が発生したということで、その足でね、この御徒町のエリーザ学園に行ったんですけれども、すでにね、謎の植物によって、侵略されていたんですけれども、そこでね、緑川先生を助けに、まあ、体育館に行ったんですけれど、まあ、実はね、緑川先生は、まあ、偽物で、キングジャドーの、ね、手下の、エルメス将軍だったんですけれども、それでそのエルメス将軍の連れてきたね、ベムレシアの攻撃を受けまして、その間にね、あのミリーが、まあ、さらわれてしまったんですけれども、そこにね、サスライマンという、まあ、謎の人物が現れまして、まあ、なんとかね、助かりまして、で、後ろにくっついているね、ポプリンが、まあ、仲間になったところで、前回はね、終了したんですけれども、今回は、まずは上野の町にね、向かってみたいと思います。まあ、上野の町にね、アスカ博士と一緒に、まあ、研究をしていた博士の一人がね、まあ、いるという話なんですけれども、ムシャノイドはヘビーバズーカーで倒せるかな？ちょっと無理ですね。道なりに行けば上野はあるかな？うん、逃げちゃいますね。で、戦闘が多い。いて。結構エネルギーの消費も激しいですね。上野は、ここを左に行った方かな。あ、カースマン。これはちょっと目新しい敵かな。あ、いきなりクリティカルですね。お、ヒートブレード。まあ、これも撃っちゃいましょう。ヘビーバズーカ。普通の攻撃ではやっぱり無理ですね。で、上野が見えてきましたね。デスキート。だんだんなんか新しい敵が現れましたね。上野到着。まあ先にお店だけ見ていきますか。なんか売ってます。あ、メタルパンチとマッハテクター。まあこの2つは買っておきますか。マッハテクター、あ、もう用はないです。そしたらメタルパンチをスピンソーサーと変えて、で、マッハテクターをセットする。うん、これで OK かな。じゃあ話を聞いてまいりますか。今のグリーンパークはひどいわ。すべての植物が不気味に変わってしまったの。ああ、そうですか。この人は、グリーンパークはここから道に沿って北に行き、そこから西の森へ行けばありますよ。なるほど。北に行って西。花森博士の息子さんはヒロシさんと言ってね。グリーンパークで植物の研究をしているの。あ、そうですか。花森博士。ヒロシさんは植物の研究家だ。もしかしたら地下の植物の怪物のことがわかるかもよ。なるほど。これはぜひとも会いに行かないとダメですね。気難しい花森博士も緑川先生の前ではだらしないんだ。なるほど。右の方に誰かいましたね。
あれ、誰もいないかな誰もいませんでしたね気のせいでした。あ、警察官かな。ここの地下鉄はドームにつながっているんだ。なるほど。この地下鉄は危険だぞ。怪物が眠っているんだ。うん、じゃあちょっと見に行きますか。マンドラゴラ邪魔してますね。あれをなんとかしないと地下鉄は使えませんね。なんか上野の街は無駄に広いですね。じゃあ花森博士に会いに行きますか。おおじいちゃん、わしが花森じゃ。誰にも会いたくない。帰ってくれ。ずいぶん冷たいですね。まあ、剣もホロロに追い返されましたんで、グリーンパークに行ってみましょうか。北に行って西ですね。メカバーサーカー。メタルパンチ。メタルパンチ2発か。ヘビーバズーカの一発でも倒せないですよね。だったら別に武器を変えなくて、そのままメタルパンチで殴ってた方が早いかな。うん、メタルパンチ連打の方が、こっちはね、A ボタン連打で楽ができるんで、うん、このままメタルパンチでいきますか。どうせ一撃で倒せないのであれば、まあ、少しでもねプレイが楽な方がいいですからね。デスキート、なんかさっきから血吸われてますね。まだつかないかな。グリーンパークの元ネタは何なんでしょうかね。上野の公園でもないですしね。メカバーサーカー、ちょっと攻撃は痛い感じかな。まあ、ガンガン戦っていきましょう。まあ、道路に沿って歩いていってもエンカウントは変わらないんですけどね。よし。で、ここを西の方かな。やたらエンカウントが高いですね。なんか噴水みたいなやつがねあるんですけれども、あ、ちょっと見えましたね。パンプマンパンプキンのお化けかな。お化けじゃないか、かぼちゃの怪物。ここですね、グリーンパークで。いきなり戦闘。あ、ヒットポイント大丈夫かな。受けるダメージは8。アイテムは、まあ、パワードリンクはいっぱいありますね。あまり回復しませんね。こんにちはぐるるるる、敵ですね。ザンプラント、ちょっと強そうですが、あ、受けるダメージは6。メタルパンチ2発で倒せますと。なるほど。
とりあえず、花森博士にね、まあ、会いに行かないといけないんですけれども、なんか研究所みたいなやつがね、どっかにあるんですけれど、どこだかはちょっと覚えてないですね。上の方かな。あ、結構ダメージもらいますね。で、頑張れ。よし。これは別に敵ではないのかな。またパンプマンですね。これかな。もうちょいで研究所なんですが、たどり着くかな。よし。この人かな。困るな。部外者は立ち入り禁止なんだ。なんだいその種は。面白そうだね。ちょっと貸してもらうよ。これはエリーザ学園で拾った謎の種ですね。まあ後ろに見るからにね、怪しい人もくっついてますからね。すごい、この種は見たこともないものだ。当たり前です。それは私の星の種です。地球の植物とは全然違います。なんだい君は、宇宙人なのか。それよりも、あの植物たちを何とかしなくては。上野の地下にいる化け物退治ならば、いいものがあるよ。このビルの上にあるから、持って行ってくれ。了解です。ヒロシ博士というか、花森ヒロシは、謎の種に夢中ですね。この人が本物の緑川先生ですね。私、ヒロシさんに助けられて、ずっとここにいたのよ。あ、そうだわ。花森博士にこれを渡してほしいの。何かの研究に使うらしいわ。すごい写真を手に入れた。何の研究に使うんでしょうかね。博士はどんな研究をしているのかしら。謎ですね。すごい写真。すごい写真を使った。何も起こらなかった。どんだけすごいんですかね。凍結ガス、これが重要ですね。パワードリンク、手榴弾、これでとりあえず回収するものは全部回収できたかな。コンピューターは特に反応ないかな。花森博士はどうでしょう。凍結ガスを使えば上野の地下にいる化け物にショックを与えることができると思うよ。なるほど、了解です。じゃあ上野に戻りましょうか。とりあえずワープで上野に戻りまして、まずはじゃあ花森博士に会いに行きますか。無法、これは緑川先生の写真、それもキスマーク入りじゃ。何？話があるって。アスカ博士が生きているのか。そうか、あのカプセルのことか。それでアスカは元気か。うんうん、よかったよかった。わかった、鍵を渡そう。まあ、現金なものですね。ゴンゲン君や、頼むぞ。了解です。マスターキー1を手に入れた。誰にも会いたくない。帰ってくれ。また頑固になっちゃいましたね。キスマーク入りの写真といえばね、まあ某アニメで有名なものもありますけれども、まあ時代的にはこっちの方が先ですからね。
ヒットポイントちょっと減ってるんで、ライフアップを使って、で、凍結ガスを使った。ピッシュー。ぐわー。誰だ、貴様は。まあ、凍結ガスを使ったんで、凍るかと思いきや、目覚めちゃいましたね。じゃあ、メタルパンチ。9のダメージ。まあ、そんなに大したことはなさそうかな。じゃあ、3を吐いた。うわ、全然大したことありましたね。75。これはまずいですね。じゃあ、テクターリペアを使っておいて、普通の攻撃ならば耐えられますと。じゃあ、ライフマックス。あまり舐めてかかっちゃまずそうですね。3を測れる前に倒したい。あ、ポプリン。今回復してもあんまり意味がないですね。テクターリペア。これテクターリペアが間に合わなかったらやられそうですよね。回復大丈夫かな。ライフマックスも使っておきますか。ヘビーバズーカ28。あ、倒しましたね。よし、まあこれで電車に乗れるようになりましたが、まあとりあえずキリがいいので、まあとりあえず今回はね、この上野でセーブをして終了したいと思います。まあ、このままね、ドームに行っちゃうと、また話が進んじゃうので、まあ、一応宿屋というか、まあ、ホテルにね、泊まりまして、で、外に出て、セーブをして、今回は終了しましょう。うん、このフィールドに出ないとセーブできないっていうのがね、ちょっと不便といえば不便ですが、まあ、しょうがないですね。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。